はいえー、休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校、2020年4月26日です、日曜日です。えー、と本日は中2教科書の第2章の連立,連立方程式の分野をやりたいと思います。で本日は連立方程式の、えー、文章題でその3ということで、えー、本日まで連立方程式ということになります。 さてこれ後で問題に出てきますけど、ちょっとあの今日差し棒が、えっと、見当たらないので、これでやらせていただきますとあの、LED の電球と白熱電球、それぞれ特徴があるんですね。で、LED の電灯は値段は最初高いけれど、まあ、維持費が安いんです。で、一方、白熱電球は安いんだけど、 あの消費電力が大きいということ、維持費が大きいといととうことですねさてで、これについて、えっとまあ、よく買い物でもあるんですけど、か高いものを買うと、維持費が安くなると。 しかし最初のお金がたくさんかかると安いものはまあ安いんだけど維持費がかかるみたいな話でこの兼ね合いを考えるという時に連立方程式なんかが使えるんですね。でこの問題2番目に出てきますけど本日はこの問題も含めて、えっと、文章題で連立方程式をやるということをやってみたいと思います。で、えー、今、えー、あのこれが中学の数学のカリキュラムなんですが 1> 中1はこういう流れで学び中2はこういう流れで学び中3はこういう流れで学びますがここのところが3月に学べてない部分そしてここら辺が本来は4月に学ぶべき部分です。でそここら辺をフォローしよううとということで 中2の心中1をここまでやりまして中2の連立方程式までやります。本日で連立方程式終わりということで、で、明日から中3の内容に入っていく形にしたいと思っております。で、私たちはコロナの危機の中で今、あの休校ということになってるんですが、まあ、コロナ、苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7となるはずだという式を思いつきましたので、まあ、あの共にあと少し頑張っていきましょう。それでは、 えっと、まず、まあ、これも、あのー、お菓子作りの問題で花子さんは友達と誕生会のために家にある材料を使ってマドレーヌとシュークリームを作ることにしました家には小麦粉 120g とバター 20g があります全て使い切ることにしますマドレーヌとシュークリームをそれぞれ1個作るために必要な小麦粉とバターの分量は表の通りとすると。 材料はす他の材料は全てあるものとすると12の等に答えなさいで、まあ、こ,うこれが必要な分量ですねでマドレーヌを X 個シュークリームを y 個,と y 個作ることができるとして連立方程式を作りなさいとでそしてマドレーヌとシュークリームをそれぞれ何個作るか求めなさい、まあ、これは岡山県の公立高校入試の問題ですさて えっと、このように、まあ、連立方程式に関しては、まあ、文章の中にあることもあるんだけどこの表のように作ってあるんですねでこの表のように条件が作ってあったらこの表をうまく活用するのがポイントでまずえ連立方程式を作るえそしてその後それを解くという流れを確認しておきましょう、えっと、YouTube を見ている人はここで実際止めてあの、まあ、え作ってみてから次を見てみてくださいそれではいきますね、はい、でまず この縦横の表をうまく活用するんですねそして今指示がマドレーヌ X 個にしなさいとでシュークリーム Y 個にしなさいとで小麦粉は全部で1 2 0ムですよとでこの小麦粉の,この合計値はこの表の欄外でいいですので合計値を付け加えてくださいだいたい入試とか問題に添付されている表の欄外に そののの文章の中の条件を付け加えるると見やすくなるんですねでバターも合計 90g ですでそうすると小麦粉に関しての式とバターに関しての式を立てればいいということになりますさてマドレーヌ X 個シュークリーム Y 個作ることができるとすると小麦粉についてはマドレーヌ X1 個あたり12使いますので 12X にになりますシュクリムついては 6Y になります。 ということで、この縦列でこの式が立つ。小麦粉についてこの式が立つんですね。で次にこの縦列で、えー、バターについては 10x+4y で、えー、それから90ということになります。でこ,のこの縦列でもう一つの式が立ちます。でこれが小麦粉をもとにした式。小麦粉の使い方をもとにした式。これがバターの使い方をもとにした式ですけど、これが連立で立ちますので、これをまあこういう括弧、えー、記号で結んで、 こういうふうに書けば答えなんですね。はい、これが連立方程式を作りなさいというところまでの答えです。それでは2番、シュークリーム、マドレーヌとシュークリームをそれぞれ何個作ることができるか求めなさいということなんです。でこの2つが連立方程式で立てるんですが、その次のコツなんですが、できればその暗算レベルですぐに割ることができるものは割ってしまうと、12と6と120って、 6ではありますね。べての係数が6ではありますので、6で割ってしまいます。そうすると 2x プラス y イコール20というふうに簡略化されます。こっちも10と4と90ですから、2では割れますので、5x プラス 2y イコール45というふうになります。で、それぞれをあの加減法あるいは代入法で求めていきます。で加減法の場合には、 この y の y 係数合わせをすするんですねでそうすると、えーまあ、これ上の式は上の式のままで下の式を2倍するんです 4x プラス 2y イコール40になりましてこれからこれを引き算すると x が5と出てきてそれを代入していくと y が10と出てきますで代入法の場合には y イコール2 0く1を変形して y イコール2 0く2 x を変形して でそれをこちらに代入していくんですね。で、計算すると、まあ、同じ答えが出てきまして、どちらの方法をとっても、答えは、このマドレーヌ5個、シュークリーム10個という形になります。それでは、次の問題ですね。で、これが実は非常に面白い問題です。2012年の千葉県公立高校入試の問題です。で実はは、えー、千葉県の公立高校入試は先日も、 あのテレビの画面が9タイプの縦横3対4からそのデジタル方式の9対16に変化した時の数値計算をしましたで実はあの2012年には、まあ、同様の論点でいやまあ今あの市,の市内の、えー、例えば防犯灯なんかも白熱方式から水銀灯から発生し 発光ダイオード LED に変えてるんですがそういう、えー、白熱電球と LED の交換の問題という社会的な問題を材料にしていますさて去年の夏使用電力が電力会社の供給電力を上回る可能性があるということでみんなが節電を意識したねとお父さんですね A 氏はでは1、えー、世帯を無作為に抽出して 節電に関する実態調査を行ったところ新たに省エネタイプのエアコンを導入したのは12世帯あったそうだよとはい、増美さんそうすると A 氏は全部で3万世帯なので省エネタイプのエアコンを導入するのはおよそ何世帯と推定できるねとさすがこれ比率で推定してるんですけどでこの何世帯というのを、えー、答えなさいこれは実は比の問題で 比例式を立てる問題です。さて父節電といえばお父さんの会社で建物を増築した時によく使う照明には節電効果が高い LED 電球をそれ以外の照明には白熱電球を取り付けたんだとで LED 電球と発熱電球の購入代金合わせて1万あ12万2,000円で消費電力の合計が 1,600W だそうだよということでさっき言った LED についての 初期の投資の値段と白熱電球の値段そして消費電力の,あの、まあ、ワット数が書いてありますさてこれを見て真澄さんは資料1から考えて計算してみるとお父さんの会社では LED 電球を何個白熱電球を何個取り付けたということになるねさすがすぐ連立方程式で計算しちゃうんですね。ところで LED 電球と白熱電球では総費用にどれくらい差があるだろうかということで実はこれ以降も問題続く。 言っていくんですがで本日の連立方程式の内容だとここまでなんでここまでを解いていきましょうさて123、えー、特に1は比例式でで23は連立方程式で解くんですが、えー、YouTube 見てる人はここで止めて考えてから見てみてくださいそれではいきますでまずこの1 0世帯を無作為に抽出して12世帯あったそうだよということは まあこの A 市全体は3万世帯なんで3万世帯調査するのは大変だとじゃあそのうち1000世帯を調査して12だったら3万世帯にも同じ比率でその存在しているに違いない1.2%ですね1000世帯中の12世帯ですから1.2%ぐらい、えー、買いた人がいるはずに違いないという前提ですでこういう無作為中出の世論調査とか状況調査というのは 全市に同じような傾向で、えー、と同じ購買をした市民があの、まあまあ、あの存在しているということを前提にしていますので実は地域差があったりするとあの実際ずれたりするんですけどあの、まあ、これはあの、まあ、数学の問題ですのできれいに比例していると考えましょうでそうすると比例式1000に対して12だったら3万に対して x でしょうということで内向と外向をかける。そうすると 1 0 0 0 x 1 2る3万で x が360まあ1000世帯で12そして3万世帯だったらまあその30倍ですのでまあ360ということは納得できますねそれでは次に、えー、下の問題ですはいでこれをやっていくんですが、まあこれの表ごとに作っていくんですけど連立方程式をまずえっと やり方としましてはちょっと拡大しますけど一番下のところ注目してください、下のところ LED 電気を X 個、白熱電気を Y 個とすると購入金額は、まあ、ここの系列で、えっと、LED3000X プラス 100Y ですね、100Y、えー、白熱電気が Y ですので、イコール、まあ、万12万 2000, あ2000円ということになります。 でこれをまあ簡単に割ってこうなります。そして消費電力の方は、消費電力の方は、LED が10ですので 10X。で、白熱電球 Y と置いたときに 60Y ですので、10X プラス 60Y イコール1600。これも10で割ってこうなります。さて、でこの2つの式が、まあ、簡略化するとこの2つの式が立つんですね。で、これを連立方程式で解いていきます。それでは、やってみましょう。で、えっと、さっき、 のあさっきの、まあ、表,にか表を活用して、その表の欄外に条件を書くといいといったのをここに書いておきました。えっと、LED を X と置いて、白熱電球を Y と置いて、そして金額の合計値をこの金額の列に置いて、そして消費電力の合計値をこの欄外に書くんですね、まあ、さっきは縦に書きましたけど、その問題に応じて横の欄外に書いたりすると。 でそれで式が立ってこれが簡略化した式だとしますさてそれでは本日連立方程式の最後ですので改めて丁寧に加減法と第二法を説明しておきますで加減法は、えっと、この,あの係数 y を消去するためにその 6y の係数この y の係数を合わせるんですねでここ6ですからこっちを6倍すればいいということでこっちを6倍します そうす 180x プラス 6y7320 になりますそして、えっと、6が揃ったような状態にしておいた上でこれを引き算をします1つの式からえもう1つの式を引き算しますでそうすると 6y が消えてくれるんですねそして x の係数だけ179と残りましてこっちも引き算して7160になりますので x が40になります でこれをど,ど,どこかの式、まあ、1でも2でもいいんですけど、2の方が簡単そうですので、2に代入すると、そして計算していくと、y が20と出てきますそれでは代入法、同じ方法、代入法でもできる、で代入法の場合には、y イコール、あるいは x イコールの形にするんですね。だから代入法が使えるのは、この y とか x の係数が1の時が、代入法が使いやすい。 ということでこの場合使いますね、y 1 2 2 0 3 0 x そしてこれをこの変形した1ダッシュの式をこれにこの y のところに代入するんですね、そして計算します、そうするとこれ気,気づく左右比較すると気づくと思うんですが、実はこの加減法で求める式と代入法で求める式は、あのプラスマイナスこそ違え、結局同じ計算をしてますので、やり方が違うだけで。まあ あの非常に近い計算プロセスをとりましてまた x イコール40と出てきます。で代入法はここの変形したところに代入をするとそのまま y の答えも出てきますということです。さてあの加減法代入法はあのその都度、えー、どちらを選んでもできますので、えー、どちらを選んでもいいんですがもう一回まとめますと代入法が使えるのは この x イコール、y イコールに変形できて、この係数が1で、こっちが分数にならないということが、第2法が使える前提条件みたいなもんです。分数にして計算してもできないことないんですけど、分数にすると間違いが多いので、この係数が1の時に第2法は使いやすいということです。ただ、そういう場合でも加減法が使えるんですね。 で私はどちらかというと、加減法をお勧めしますえ。両方できるときでも、あのーまあで、加減法は、えケース合わせさえすれば必ずこれで消えてくれます。でこのの筆算の式が にこういうふうに書いてるとちょっと剣山がパッとしにくいんですがこれはもう、えー、立体的に空間的に計算が配置されてますので剣山がしやすいという意味でもあのどちらかというと加減法を、えー、活用することをおすすめいたします。 はいえ、それでは、えー、ご清聴ありがとうございました。明日からは中3の内容に入っていきます。で中3の内容と聞くと、まあ、中1、中2の皆さんは、まあ、ちょっと難しいんじゃないかと思うかもしれませんけど、これまでやってきた、えーまあ、もう一度振り返りますと、えっと、この分野ですね。あれ、えっと、中学の数学を振り返ってみますと、こういう流れになってまして、 1> 中1のここの分野のここまでと中2のここまでと中3の、まあ、特にここまでですねここまでは実は、えっと、座標という考え方を使わずに説明できる部分なので実は1つ長いでつながるんですね。えー、ということであと平方根はまた独自の説明が必要なんですが実は、えっと、ここまで、えー、やれてなくてもここはこの流れで。 理解できますので、えーまあ、この4月の休校の時期に中1、中2、中3、あのー、それぞれの休校の方がおられますので、その4月分野をその貫いて学ぶことであの、休校のフォローができるかなと思ってますので、明日から中3の式の展開、因数分解の分野に入っていきます。ごご聴ありがとうございました